はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールド、ライブ配信始めていきましょう。今回も、ルーテイズ杯ということで、ニューイヤーパイオニアシリーズ2回目ですね。1月7日、千葉県館山市民会館からの大会からの、試合をお見せいたしましょう。館山市民会館はルーテイズ杯は4試合あって、うち3試合がちょっと見せられるので再現したいと思います。はい、この動画ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロー、チャットコメントプリーズ、YouTube チャンネル登録高評価ぜひお願いします。プリーズマイ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。2日後に21時頃にこの動画の配信 YouTube にアップロード予定です。プレミア公開予定ですのでぜひご覧ください。ディスライブアーカイブアップロードマイ YouTube チャンネル2 days after Twitter、旧 Twitter である X のアカウントのフォローもお待ちしております。リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントビジット&フォロープリーズ。リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、運命の1981年が明けました。まあ、言うまでもなく、この年で国際プロレス崩壊してしまうわけですが、そのシャンをかけたルーテイズ杯が、始まりました。ルーテイズ杯争奪戦ですね。予選として公式戦が4試合、うち3試合が、3試合をお送りいたします。まずその前にこちらは前座ですね。後のアポロ菅原である菅原信義対ミスターチンク特別参戦なのかな、カード2シングルマッチです。カード2、バックドロップ 2.9 激戦となっております。エルボーかな、ハーフボッソン、グリップ、エルボー、3抑え込み、カウント2、トップキープ、さあ、おっと、バックフリップかな、雪崩式です。
2.9。カバーに行きます。 2.9。 ボディスラム。持ってきました。バックブリーカー、カバーに行きます。 2.9。 ミスターチームもなかなかしぶとい。巻き投げ一戦。さあ、進出を試合ではミスターチン既に悪党になっておりまして、9分59秒で反則負けですが、なんで正統派ファイトやってるみたいなのかな。両者ダウン。悪党はファイトをやりません。場外へ。高さ抑え込み。 2.9。 ミスターチームも肩を上げます。ボディスラム。ドンプキー。ボストンクラブ。さあどうだ、動けないぞミスターチーン。しかし耐えるミスターチーン。おっと、スロイダーですね。あ、ジャーマン激しい。そしておっと、ダブルアームスープレックス。菅原カバーに効きますが突然落ちる。ビッグブリーカードロップ。さあコーナーポストからダブルをチョップ。スリーカウント。菅原がミスターチンを下しました。スレッジハンマーですね。続いてこちらの試合、米村天心対ベン・アレキサンダーとなります。米村20分だな。ロープチェックなし。はい、では行きましょう。米村勉天心対ベン・アレキサンダーのシングルマッチです。はい、
待って、パンチを打つ。ブレーンバスター金6。当たります。カバーに行きます。 2.9。さあ、場外戦になっております。さあ、20分の勝負となります。ブレーンバスター、カバーにはいかない。チキジシンク、ラニアット、アレキサンダー、 DDT、 サイドスープレックス、お投げまして、おっと転倒してしまった。ビャーク決まった。ヨネムラがパワーサップ怪力、ベアハックで締め上げて決着です。
さあ次の試合は、タクマチですね。20浜口、高杉正彦対、鶴見五郎大山勝三の独立グレン対となります。30分一本勝負かな。では行きましょう。アニマル浜口高杉正彦組対、鶴見五郎大山勝三の独立グレン隊のタッグマッチです。さあ先発は浜口と鶴見です。
して場に行くが、戻ってくれないぞ、これ危ない危ない、ギリギリ戻ってきましたね。で噛みつき、やっぱりすが高すぎ、本当ちょっと高すぎ、スタミナ切れか、おっと投げっぱなし、ジャーマン大山エルボーを確実に打っていく、フロントスープレックス、コーナーポストからダイビングボディアタック、おっと危ない、ネックブリッカーです、チンロックですね。カバーに行きます、 2.9 エルボーん、カバーに行きます、カウント2、噛みつきだ、ブリカドロップ、トップキック、
ジャンピングパイルドライバーからカバーに行かない。ヒットバットです。エルボー、サイドバスター、あと膝に打ち当てた。ヒットバット、サイドバスター。さあ、ツーミータッチ、十分浜口ダメージ与えておいて、だが浜口高杉雄陽ダブルをブレンバスターをツーミー消えて決めていきます。おっと、椅子だ、高杉椅子を取り出す。今度は鶴見、鉄柵へ攻撃、エプロンへ叩き込む。これつい持ってこれないんじゃないの。おっと、落とした。いや、おお、これは鶴見の頭脳プレーです。鶴見が高杉を場外へ、高杉うまく場外戦で鉄柵とかエプロンとか椅子とか決めたと思ったんですが、カウントアウト直前に鶴見が反撃、しっかり直前でリングに戻って鶴見の逆転勝利。高杉痛い星を落としました。さあ、次がいよいよルーテーズ杯ですね。外国人同士の戦いとなります。マイク・ジョージ対ジムスター。マイク・ジョージはどこだ。マイク・ジョージはマイク・ジョージはマイク・ジョージだろうな。マイク・ジョージ、そしてそれに対抗するのがジムスター。このジムスターは、インターン2号ですとしてリングインしたこ、来日したことがあります。インベーダー2号と紛らわしい。インターン2号ですね。これ、インターン2号は、ないんだ。公式戦は20分の一本勝負となります。では行きましょう。ルーテーズ杯予選。Cブロック。マイク・ジョージ対ジムスターの、シングルマッチです。
結構見せます。ありません。カウント1、おっと、黒子駅。カバーに行きます。おっと、起き手破りです。黒子駅だ。マイクジョージ。ジムスター、インターン2ですね。75年の バックからバックドロップ、カバーに行きます。カウント2、
お、そうするな。カウント2。さあコーナーポストに上がったマイク・ジョージ、20分は短い。ショルダースルー、おショルダーバスター、カバーに行きます。カウント2。カウント、マイク・ジョージがジムスターを破りました。はい、メールボーですねから片指固めで決めました。さあ、この日のルーテーズ杯2試合目は A ブロックとなります。寺西サム対ボブスイータン、シーツではスイータンがピンフォール勝ちを収めております。では行きましょう。ルーテーズ杯争奪戦 A ブロック予選、寺石イサム対ボブスイータンのシングルマッチです。さあ、この後は C ブロックの予選としてラッシャー木村とマイティ井上の試合が組まれております。お楽しみに。なお、この寺石勇とボブスイーターはスイーター10分9秒スイーターのピンホール勝ちとなっております。カバーに行きますが、
さあ、試合開始から間もなく8分が経過してしようとしておりますが、カウント2。カバーに行くカウント2。20分の勝負となります。バックの取り合い、あっとワンハンドバックブリーカーですね。丸め込んだカウント2、抑え込む。おっと、これはどうだ？三角締め。場外へ。これ飛ぶんじゃないか？飛ばない。ダブルチョップ。あっと、場外でバックドロップ危険。危険な技が出ました。おっと、丸め込んだ。ティラインシー。どうだ？カウント2。さあ、サイドで丸め込むカウント、これもカウント2。そしておっと関節攻撃、動けないマイ、スイタン、スイタン、スイタン、今度はバックドロー、ボディブレーンバスターですね。さらにバックドロー、大技が続きます。豪快な技。そしてまた膝十字。ドップキック。おっと、スイーター。ファイルドライバー、どうだ ?2.9。なんとか手足返しました。で、サイドバス。スイーター、サイドバスターから、アトミックドロップ。さあ、ストンピングを打ち込んで、16分、20分の試合です。逆さ抑え込み、寺西。2.9、わずかに及ばず。招き込みます、寺西。スリーカウント。見事に寺西決めました。シーツと違ってスイーターを寺石が破りました。やっぱりこのゲーム丸め込みとか関節が有利ですね。はい、ということで、続いては注目の一戦となります。ラッシャー木村対マイティ井上です。
さあ、シーツではラッシャーマイティ井上がスピングトーホールドで攻めるところを、まあ、スピングトーホールドで定番の返しなんですが、スモールパッケージホールドで丸め込んで3カウントを取って木村がクイック勝利をやっておりますが、果たして、この試合はどうなりますか。試合開始です。逆水平から大ごめんや、カバーに行きますが、カバーです。ヘッドバット、丸め込む、サイドスープレックス、カバーに行きます。カウント1、切りましてボストンクラブ、グランドヘッドロック、ブロッキングヘッドロックですね。ブレーマスターから動けない、マネーコム、あとワンブロッキングヘッドロック、カバーに行きます。カウント2、ジャンピングパイルドライバー、ヘッドバット、ネックブリーカードロップ、ミサイルキック、カバーに行きます。カウント2、投げ一戦、ヘッドロック、バックドー、
豆腐キークさあ20分です。こちらの試合は両方とも攻め手をかけます。グリーンサーブ、カバーに行く 2.9。カード2です。ラリアット決まりました。綺麗に決まった。カウント2、パークドロップホールドですね。3カウント、シーツとは違って井上が木村を破りました。バックドロップホールド鮮やかでしたね。さあこれでどっちが、立山大会は終了。なんと、3日明けて11月10日どこに行ったかというと、なんと九州です。九州の宮崎県日向市、遠いですね。もちろん宮崎空港があったりはしますが、遠い遠い宮崎空港へ、宮崎へのさらに北の方ですね、日向市になると。こちらへ向かっていきます。ミスターチン、15分一本勝負となります。高杉正彦対ミスターチンのシングルマッチです。
パイルドライバー、カバーに行きます。おっと、鼻固めだ。カバーに行きます。おっと、飛び込んだ。 2.9。 カバーに行きます。 2.9。 カバーに行きます。 2.9。 コバラツイストですね。グランドヘッドロック、ストロングな試合を見せますミスターチン。パイルドライバー、カバーに行きます。 2.9。足4の字ですね。カウント2です。2.9。前進、後ろから蹴って、さあ15分です。フェンスバスターですね。さあチンロックは決まらない。丸め込んだミスターチン。 2.9 惜しい。さあ飛び込む、バックエルボーです。崩れ落ちる、高すぎ。ドープキック、ミスターチン。あと残り1分。パイルドライバー、突っ込む、セントーンです。さあ残り30秒。反り投げ、バックドロップ、だが起き上がれない。カバーにも行けません。
結局15分、ターカイ抜きましたが決着はつきませんでした、引き分け、この試合は引き分けとなります。さあ続いては、鶴見ジョージと鶴見五郎とマイクジョージの戦いです。シングルマッチです。こちらマイクジョージが、鶴見を破っております。第何試合かなこれ。第4試合ですね、30分です。では、いきましょう。鶴見五郎対マイクジョージのシングルマッチです。いきなりから展開の早い試合になっているような感じです。パンチパンチ。さあ、腕を攻めますマイクジョージ。キッチンシンク、おっと噛みつきだ。マイクジョージの額が出血です。ダブルアームスープレックス、カバーに行きます。カウント1。これはもうスープレックス。お。投げます。フェイスバスター。
そしてアームブリーカーです。ショルダーバスルースリーパーです。おっとテイズプレス 2.9 そしてこれは鎌固めですね。10分を経過しております。ショルダーバスターカバーに行きます。カウント2、そしてバックドープ結構早いぞ。逆にダブルアームスープレックス技の応酬です。両者さあ出血しているマイクジョージの方がちょっと不利か。アウブリーカーです。決まりました。マイクジョージを出血させたついみごろ、最後は、マイクジョージをアームブリーカーで破って勝利をいたしました。さあそしてですね、公式戦が待っております。今回は公式戦は B ブロックとなってますね。ジ・インベーダーロベルト・ソト対ベン・アレキサンダーの、外国人同士のシングルマッチです。ジ・インベーダーロベルト・ソトですね。プエルトリコ、さあそちらに対するのはベン・アレキサンダーとなります。10分1本勝負公式戦となります。では行きましょう。ジ・インベーダーロベルト・ソト対、ベン・アレキサンダールーテーズ杯。公式戦第2ブロックです。
パンチです。チンロック、カバーに行きますか。カウント1、足音の字、カバーに行きます。カウント2、足音の字、サイド足音の字、2.9、 まもなく10分、おっとチョップ、起き上がしチョップです。スリーカウント、ジインベーダー、ロベルト・ソトがベン・アレキサンダーを破りました。これはシーツ通りですね。起き上がしにこぼしチョップ。さあ本日最後の試合になります。これは公式戦じゃないタクマッチ。木村、アニマル、浜口、でボブスイータン、ジムスター、
重水炭インターン2号。45分ですね。はい、行きましょう。ラッシャー木村アニマル浜口組対ボブスイーターン、インターン2となってますが、これジムスターの正体ですね。ジムスターのマスクマッチの姿となります。タックマッチ行ってみましょう。エルボーです。さあスター、ジムスターゴム技締め付けます。浜口か木村にタッチ、ダブルをブレインバスターを。スイータンパンチ、ゴツゴツしたレスリングが繰り広げられてます。レスリングなのかな、まあ、バトルですね。そしてお返しとばかり木村浜口をダブルをブレンバスターです。スイータンに決めました。さあスイータンと浜口、スイーターンフライングメイヤー、浜口も反撃したいところ。スイーターンからジムスターにタッチ、おっとちょっと気を取られている。さあ浜口前を取って冷静です。ショルダースルーパンチです。投げまして、おっとエルボーです。あっとでレフェリー当たってしまった。レフェリー失神状態。さあその間に2対1で進めます。カウント2。
さあこれはアームロックでしょうか。わからない。2番正解です。カウント2。浜口とスイーター、サイドバスター、ジグスタイタッチ、スタイでダブルオブレンバスター浜口食らわせます。おっとこれはチョーク入ってます。反則です。さあエルボーの、エルボー合戦ですね。スタート浜口とで、おっとタックル鮮やかに決まりました。そしてドロップキック。さあ浜口、これは木村にはバトンを渡します。お、なんだ、お投げよう、ボディースラムで投げようとするところ妨害ですね。これはうまい。これはさあもう言い乱れている。15分を経過して終盤戦なのか。さあこれボストンクラブです。あっと邪魔できない、引っかかるんですよねよく。さあこれはスターがカット、さあどうだ、カウント2で浜口カットに行きます。危うし、おっとこれは合体技決まりました。おっと STF だ。スイーターカット、エルボーです。自分スター。さあ間もなく20分になりますが、一進一退の攻防か。倒してちょっと浜口のスタミナが不安ですが、浜口ここは決めないタッチいたします。2番線返す、スタースイーターにタッチ、そして2人で木村を場外まで吹っ飛んでいきます。おっとここが浜口出てしまいます。スタミナ温存を図りたいところではありますが、援護したいと流行る気持ちがあるのか。おっとこれは3カウント、木村やられてしまいました。スイータン、スイータンが木村をジャンピングパイルドライバーで仕留めました。
ジムスターを一応これで、1月10日の日向大会終了、翌日11日は鹿児島県指宿市ですね、南側のところになりますが、面白いね、これやってみるか。ルデロは色を変えられない、あ、変えられますか。なんか 元ネタが出てしまっている。30分かな。カバーサイドバスター、マハッタンドロップですね。エルボロック。
足を取ります。おっと、関節攻撃、ボディースラム、超攻撃ですね、これは。さあ、場外戦にもつれ込む。すぐ戻ります。あんまりやっぱり総合格闘技選手としては場外戦もつれ込みたくないところです。バックスリーパー、さあこれは黒攻撃、反則じゃない、小手とみなさるんでしょうか。あ、これは反則です。チョーク入ってますね。崩れ落ちる。2位を叩き込む。そしてブレーンバスター、これですよ、これが怖い。ちょっと疲れてます、このデラも。さあ、これは4点ポジションの左ですね。決まった。この展開になるとやっぱり強いですね。さあ、ヒグマとやる。アングリーランボーとやってみますか。
ラリアット。早く時間長いブレインバスター、ベアハック、ディスバレーボム、タックル、さらにスパイラルボム 2.9、デスバレー、えぐいな、ほんとほんと急所攻撃、逆さ抑え込み、カード2、ネックブリカードロップからストレッチマフラー、ネックエルボー入れましたが返ってこない、またドロップ、ボディスラムからエルボレックですね。お？直行液。さあ、対空時間長いブレインバスター。お、フットスタンプ。今度は2ドロップ、カウント2、ジャンピングパイルドライバーカバーに行きます、カウント2、おっとベアハック、痛めつける、サイドバスターパンチ、あ、スパイラルボム、スリーカウント決めましたね。はい、一撃の破壊力っていうのはでかい。タフマン行ってみるか、最後の試合です。ダブルアーム上がらない、反則プレさあ、グランドヘッドロック、
白。貿易。ハマロック。そしておっと。貸した。上がって返す。カバーに行きます。フェンスロック。スピンキックかな。ロックスプラッシュは不発。おっとフォーク攻撃。出血エース。おっと黒攻撃。さあ四ツ谷から出血。あと2。おっとエメラルドフロージョンだ。 2.9ダブルアームスープレックス。場外へ飛ぶか。飛んだプランチャー。決まった。ほんとマンハッタンドロップで反撃。上がるキック。エルボー。おっとエルボー連打。カバーに行きます。カウント2。普通の中。そしてタイガードライバー決まった。 2.9逆にリバースへ返す。再び飛ぶか。飛んだプランチャーだがこれは不発。エルボー。あとエルボーと思いきや椅子を持ち出して攻撃。上に上がっていきます。ジャッピングファイルドライバー。カバーに行きます。スリーカウント。四ツ谷ダーティーな攻撃を前、相手をダーティーな攻撃を前に敗れました。
はい、ということで、今回はここまでです。今回は国際プロレス1981年のニューイヤーパイオニアシリーズの第2回目をお送りいたしました。ルーテーズ杯争奪戦のタイトルマッチ、予選ですかね、リーグ戦が基本になりますが、九州を中心に次回も行くことになります。笠岡大会まで行くかな。11日は鹿児島県指宿市、12日は宮崎県高鍋市かな。で、19日もしやるんだったら岡山県笠岡市となっております。果たしてルーテーズ杯も、の予選も全部の会場で行われます。果たしてどのような結果になるんでしょうか。次回お楽しみに。ファイアープロレスリングワールドのライブ配信でした。この配信はツイッチでお送りいたしました。ぜひツイッチのアカウントフォローお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロープリーズ。YouTube には2日後21日を21時にプレミア公開でアーカイブをアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube のチャンネル登録高評価もぜひお願いします。This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネルサブスクライブドチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひフォローお願いします。リポスト、いいねもぜひお願いします。TwitterX please visit and アカウントフォロープリーズ。ポスト、リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ファイアープロレスリングワールドライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。